はい、人志来ます。清水です。今日はですね、ちょっとかなり怖い話ではあるんですが、この佐藤さんがツイートされたものではあるんですけども、このプーチンさんがですね、ちょっとパーキンソン病で、そして認知機能障害とか、かなり記憶障害とかある状態で、核ボタン持ってんの、この人が。という、この問題について、ちょっと向き合っていきたいなというふうに思っています。病気なのはかわいそうだけど、その人が核ミサイルのボタンを管理してるのってもう怖すぎてやばいんですけどっていうことです。佐藤さん自身がソ連崩壊直前、ソ連に取材にも行ったり、戦争の現場取材とかもされていましたが、そんな佐藤さんに今日も聞いていきたいというふうに思います。佐藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、めっちゃ怖いっすね、この。そうですね。まあそうですね。まあこのプーチンがですね、パーキンソン病じゃないかというのはね、まあずっと言われていましたけども、まあ、なんていうかな、その動きについてですね、そのパーキンソン病のね、疑わせる。その動きについて、まあ、決定的なですね、動画が出てきたんですよね。まあ、それをね、まあ、おいおい紹介したいと思うんですけども、まずね、このプーチンですね、まずその前に、このプーチンがですね、やっぱりすごいんですよね。何がすごいかというと、この言葉によるですね、なんていうかな、この脅しですね、核の脅し。それがですね、すごいので、これは本当に大丈夫かなと思うようなね、いや、どんどん過激感じな化んしでていすくとよ。いうか。これはね、28日なんですけども、これ朝日新聞報道してますけどね、ロシアのプーチン大統領は27日、ウクライナへの軍事侵攻について、外部から干渉するものは、我々の反撃が稲妻のように早いものになることを知るべきだと述べ、同国への軍事支援を急ぐ欧米を強く牽制した。ロシアはあらゆる手段を持つとも話し、ロシアが開発した新型兵器の使用も辞さない考えを強調した。核兵器の使用を示唆したとの見方も出ているということなんですよね。まあ、とにかく、ですね。この核兵器に関するですね、特別攻撃体制ですか、特別管理体制っていうのかな、まあ、そういうことをね、ウクライナ戦争が始まった時にですね、数日にしてそういうね、命令を下したんですよね。要するに、いつでも打てるぞと。そういうことですね。そしてここに来てですね、まあ、このウクライナ情勢がですね、この東部のドンバスですね、ルガンスク州と、それからドネツク州ですね、このロシアはね、このルガンスク州はほとんど100%近く制圧しているんだけども、ドネツク州の方はまだね、半分ぐらいしか制圧していないので、これをなんとかですね、5月9日の戦勝記念日までですね、なんとか全部制圧しちゃいたいと。そして、これをですね、ウクライナ戦争を始めたですね、成果として誇りたいということがですね、まあ、プーチンの狙いとしてあるということで、どんどんですね、兵力をこのウクライナ東部に集中してですね、今激戦をやっているところなんだけども、どうもいろいろとですね、分析を見ると、ロシアの侵攻は進んでいないですね。一進一退を重ねているようなんですよ。ということで、まず5月9日までにですね、このドンバス地域ですね、これを全部制圧するのは、これは無理じゃないかと。無理じゃないかと言われてますよね。そうですね、そういう見方が強いんですよね。まあ、そして、それはですね、このウクライナに対するですね、アメリカをはじめとする西側のこの兵器の提供ですよね。これがですね、やっぱり、かなり加速していますので、これがまあ5か国以上の戦いをしていると、ウクライナがですね、バイデン大統領と4.3兆円の支援とかって、そうですね。もうむちゃくちゃな金額になってきた。
でね、要するにロシアはロシア一国ですから、これね、前にもお伝えしたようにですね、財政的にも限界があるんですよね。それに対して西側の方はですね、とにかくアメリカというですね、世界一の超大国が控えている。で、その他の国々も控えているということで、これはね、財政的およびその兵器のね、質量ともにですね、ウクライナが勝っていることは、まあ、そういうことだと思うんですよね。な石のでで油すがね、もうどんどんされますもんね。そうなんですよ。なので、まあ、ドンバスはですね、そのロシアにね、非常に近いんでですね、まあ、隣なんで、まあ、これロジスティック上ですね、ロシアが優位になるんじゃないかという予測もありましたけども、どうもね、そう簡単にはいかないということですね。そして、それを見越してというか、それをですね、なんとか挽回したいということで、プーチンがですね、まあ、これ以上のね、兵器の供給をやめろと、提供をやめろと、という意味かもしれないですよね。もこのしやるんだったらっていう話ですよね、これ。これなん家計か、画像ね。朝日新聞の記事の2段落目、すごい怖いこと書いてる。サンクトペテルブルクであった議会議員らの会合で、プーチン氏らはロシアが持つ手段について、我々は自慢するのではなく、必要とあらば使うのだ。明らかに核兵器のことだろ、これ。そうなんですよ。これは全くそうなんですよね。だからとにかくね、プーチンがですね、非常にね、この言い方もさることながらですね、この判断がですね、非常にストレートなんですよね。今回、ウクライナ戦争を通じてずっと言えるのは、プーチンが極めてストレートですね、まず戦争を起こす。侵略するということ自体がですね、もうストレートそのものなんですけども、言葉もストレートであったということなんですよね。そうするとですね、これはフランスのマクロンもね、言っていて、あと日本の柔道界のね、山下も言っているね、山下さんも言っていることなんだけども、プーチンはね、以前と全然違った人間になっちゃった、非常に人間になっちゃったというね、印象を言っているんですよ。これはね、僕もね、感じるんですよ。そういって僕はまだ別に個人的に知ってるわけじゃないんだけど、例えばオリバー・ストーンのですね、アメリカの映画監督のオリバー・ストーンの、プーチンに対するインタビューってね、かなり長い時間のドキュメンタリーがあるんですよ。それを見ていたんでですね、このプーチンがそのね、オリバー・ストーンに対のインタビューに対するですね、表情が、ものすごく柔らかいんですよ。柔らかくてね、非常にソフトなんですよね。まあ、真剣に話すところは、真剣に話すんだけども、ね、もちろん真剣に話すところはですね、この、なんていうかな、頭がね、非常にね、回転してるのを感じるんですよ。ね、で、目が生き生きしてるしですね、そして、ふっと外すときはですね、すごい柔らかい表情をして、これはやっぱり有能な人なんだなっていうね、優秀な人なんだなって感じるんだけども、このウクライナ戦争以後はですね、全くそれを感じないんですよ。そういうね、柔らかさというのは全く面影一つさえないんですよね。頑なだし。そう、硬くな。一体どうしたんだろうということなんですよ。それともう一つですね、変だなって思うところはね、このマリウポリに関することなんですよ。これね、4月21日、この BBC がね、報じてますけども、これはね、この動画でもね、これ紹介されましたけども、プーチンがね、このショイグですね、国防大臣のセルゲイ・ショイグ、これとね、テーブルを挟んで会談してるんですよね。それでその時にですね、このマリウポリがですね、主要な話題になって、そしてこのショイグがね、いろいろ報告するんだけども、プーチンをここで命令を出すんですよ。つまり、まずね、これ以上の総攻撃は中止しなさいと。その代わり、ハエ一匹逃げられないように封鎖しようと。ということを命じているんですよ。非常に印象的なね、
動画とともに、これは報道されているんですよね。にもかかわらずですよ。にもかかわらず。これはね、今度は28日のね、この日テレのニュースね、これを見てみるとですね、国連のですね、グテーレス事務総長がプーチンを訪ねたんですよね。まあ、なんとか戦争をですね、まあ、終わらせられないかということね。そしてね、このマリウポリの話題になったときに、プーチンが何て答えたかというとですね、もう終わったことだと言ってるんですよ。つまりね、このグテーレスがですね、このマリウポリについてですね、まあ、この人道回廊とかですね、まあ、とにかく、この人々を避難させるためにですね、国連は、全力を尽くすと、ね、というふうにいろいろ言うんだけども、プーチンはそれに対してこう言ってるんですよ。事務総長、誤解なさっています。ロシアの人道回廊は機能しています。マリウポリでは戦闘はありません。もう終わったことです。戦闘は止まっています。と言ってるんですよね。で、これね、まあ、この記事でも、この日テレの記事でもね、これ、紹介されているんだけども、このドネツク州のね、ドンバスのですね、マリウポリのあるドネツク州ですね、この知事が、いや、全然終わってないよと。攻撃はね、空襲はずっと続いてるぞと。ということなんですよ。で、実際ね、昨日も今日もね、マリウポリに対する攻撃が続いてるんですよ。なんで情報が言ってないか、それとももう聞いてもわからないぐらいになってんの？だからね、こう2つ考えられるんですよ。1つは、プーチンがもう記憶にないということ。つまり、自分は、まあ、停戦を命じたと。ね。その記憶はあるんだけども、その後どうなっているのか、自分は確認もしていないし、記憶にないと。それが1つですよね。2つ目は、周囲の者がですね、このショイグをはじめとしてですね、そういうことは報告を上げていないと。上げていない、むしろ。マリウポリは、結局ね、重要なんで攻撃は続けると。ね、例えばショイグにしてみればですよ。しかし、これをプーチンに言ったところでもうね、判断能力はないぞと、あれは。だから、これ上げるのやめておこうと。こういうようなことも考えられるわけですよ。ね。その二つ考えられるんだけども、いずれにしても、このことはですね、非常にプーチンの、精神状態っていうかな、この認知能力をですね、疑わせるに、十分たるものだと思う。ね。そしてね、これ、最初からね、このウクライナ戦争を考えてみると、おかしいことだらけなんでいや、すおよ。かしいことだらけですよ。最初にね、やっぱりおかしいと思ったのは、もうまず、ウクライナにね、侵略したと、戦車だとね。で、その時に、プーチンが、その FSB からですね、このスパイ組織ですね、ここから聞いていた報告というのは、もしね、ロシアが、この戦車でウクライナに入っていけば、すぐに、キエフをはじめですね、キーウをはじめ、すぐに陥落すると。そして、ウクライナの住民からはですね、花束を持って迎えられるだろうと。というような、ね、報告を受けていたというんですよ。で、まずね、いくらね、楽観的な人であろうとですよ。それを簡単に信じて侵略するということが、あどうり、してあり得るんだろうか。つまり、後々その報告が間違っていたということで、プーチンはね、FSB でですね、相当粛清追放しましたけども、まずね、その粛清追放する前に、なぜそういうことをね、信じてしまったんだろうというですね、まあ、反省が来なきゃおかしいんですよ。そのね、認知能力が最初から疑わしい。そしてこのロシアの作戦というかね、これは非常におかしい作戦なんですよね。このキエフ、キーウに対してあんな長いですね、戦車の車列をですね、一列に並べてですね、もう攻撃してくれと言わんばかりじゃないですここ爆撃してくださいみたいな感じですよ、か。ほんと。ということでね、プーチンのですね、認知能力っていうのは、
最初からおかしいなっていうね、感じなんですよね。そしてね、このさっき紹介したこの BBC のね、この記事についているこの動画ですね。まあこれテレビで何度も放送されましたけども、まずこれがね、なんていうかな、みんなね、人々、これを見る人々のですね、首をかしげさせたんですよ。だってかなり不自然な姿勢ですよ、これ。なんですね。まずプーチンはですね、このね、まあ、指摘されているんだけども、この右手がですね、ずっとテーブルの端をね、掴んでいると。そして、この右足バタバタさせているということね。ちょっとね、不自然なんですよ。これがね、ちょっとね、あれ、おかしいなっていうね、ことをね、考えるんですよね。考えるんですよ。そしてね、まあ今ね、ずっとこの プーチンね、人は変だなっていうね、ことを紹介したんだけども、ついにね、まずね、僕はね、このニューズウィークの報道で知ったんだけども、このプーチン病気説の決定だ。どう見ても怪しい動画っていうね、記事が出たんですよ。で、これでね、その動画っていうのはね、一体どういうものかと。いうのをね、ちょっとこれ紹介、まずね、最初に肝心なのを紹介したいんですが。で、これ僕はね、それをね、まあ、ツイッターでね、この動画出たんで、それをね、僕はリツイートしたんですよ。で、それを僕のね、このリツイートのあれを読んでみるとですね、世界中で132万回再生されている決定的な恐怖動画。ルカシェンコと会見に臨む直前のプーチンの様子。右手を上げるが手は不自然に震えている。ぎこちない足取り。右足が不自由に見える。パーキンソン病の代表的な症状、神腺、まあ、震え女の子って書くんですね。神腺のようだ。同病は、パーキンソン病は、認知機能、遂行機能、記憶機能の各障害もある。各のボタン。ね。怖い。ドッキリマークっていうね。怖すぎる。そしてここで、そのビシェグラード24ですね。これのツイートについている動画を見てほしいんですよね。まあこれですね。これどうですか？明らかにおかしいでしょいや、明らかにおかしいですよ。う。おかしいですよね。これはね、まあ何度もね、繰り返して見れるんだけども、まずこの手がね、右手がこう、なんかこう、なん不自か、然なんですよね。だから、それと、あと、典型的なのはこの右足なんですよね。このね、第一歩がなかなか踏み出せないというのが、このパーキンソン病のね、この症状なんですよ。なるほどね。そして、一歩踏み出したとしても、ぎこちない動きになるというね、ことがあるんですよ。これがまずね、決定的だというふうにね、このニューズウィークは決定的じゃないか、決定だというふうにね、言っているわけなんだけども、ね。このね、これをツイートしたこのビシェグラード24というのはですね、これビシェグラードは、チェコとハンガリーとポーランドとスロバキア、この4カ国で構成するですね、ものなんですけども、それの、このニュースサイトですね、このビシェグラード24というのは、まあ、ここがですね、まあ、挙げているものなんだけども、まあ、こういう動画を手に入れたわけですよね、これね、4カ国のね。これはね、非常にね、見てちょっと僕は驚いたんですよ。驚いたし、ちょっと私もこれ佐藤さんから送ってもらった時怖かったっすね。で、このね、ニューズウィークのですね、記事によるとですね、このメイヨクリニックっていうね、アメリカ有数の総合病院があるんですあけりどますも、ね。まあ、そこの解説によるとですね、パーキンソン病は進行性の神経系疾患で、人の体の動きに影響を与えることがあると。症状は徐々に進行する。片方の手がよく目を凝らさないとわからないほど細かく震えるといった症状が最初に起きることもある。震えはよくある症状だが、体がこわばったり、動きが緩慢になる。
といった症状もよく見られるうん。ということなんですよはね。まあそんなようなことでい。ね、僕はこれをね、ツイートしたんだけども、まあリツイートしたんだけども、そしたらね、別の人が教えてくれてですね、僕のツイートに、またね、この反応をですね、コメント書いてくれて、紹介してくれたのは、この岩井陽一さんっていうですね、この人がツイートしているね、記事があるんだけども、これね、ヒトラー。そう、ヒトラーなんですよ。ヒトラーのこの動きを見てほしいんですよね。この、岩井さんのね、このツイートを読んでみますとね、ベルリン五輪を観戦するヒトラーの挙動。ヒトラーは死の直前、パーキンソン病であったとの説がありますが、それよりかなり前、おそらく覚醒剤、メタンフェタミンを乱用していたのではと言われています。ドイツ軍は、まあ、どうのこうのっていうね、ことなんですけども、これはやっぱりね、この動きやっぱりね、似ているんですよね。プーチンにですね。これもまあ、ヒトラーも言われているのは、パーキンソン病ですね。というようなことでね、これはね、まあヒトラーはね、まあこれ過去の人ですからあれですけども、プーチンがですね、まさに、パーキンソン病。つまりね、現在のですね、一番世界でですね、一番なんていうかな、恐れられている人物ですよね。これがパーキンソン病じゃないかっていうね、恐るべきことが、ほとんどですね、決定的な動画でね、紹介されちゃってるわけなんですよ。ね。そ恐ろう。で、しこすぎれね、る。そう、パーキンソン病ってのは一体どういうものかっていうのをね、もうちょっとね、詳しく紹介したいんだけども、これはね、僕がね、ちょっと医薬品メーカーからですね、勝手に持ってきたものなんだけども、日本これね、明治フィジクス株式会社。ね、まあ、これは一番わかりやすいかなと思ったんですね。まあ、そうするとね、パーキンソン病の代表的な症状としては、動作が遅い、少ない、小さいですね。歩く速度が遅くなり、歩幅も狭くなります。ね、腕の振りも小さくなります。ということですね。それから手足が震える。心旋ですね。それから筋拘縮。それからバランスが取れない。姿勢反射障害ですね。ということで、まあ、日本にはね、約20万人の患者さんがいると言われているんですね。で、まあ今はね、効果的な治療薬もあるため、発症からね、長い年数にわたりですね、良い状態を、保つことができまなす。るほど、なるほど。ということでね、やっぱり治療っていうかな、そういう休養も含めてね、そういうのが大事だっていうことなんですよ。でね、なんでね、このパーキンソン病が起こるかと、今のような症状が起こるかというと、このね、この人間のね、頭脳ですね、このね、イラストがあるんだけども、それをちょっとね、わかりやすいんで、ありますね。こういうね、まあ、横から見たね、人間の頭脳なんだけどなるほも、ど。まずね、この人間がね、体を動かそうとするときにですね、この脳の大脳皮質ですね、そこから全身の筋肉にですね、運動の指令がね、伝わるんですよ。その時に、自分のね、意図通りに体が動くように、運動の調節を指令しているのが神経、伝達物質のドーパミンというものなんですね。ドーパミン。このドーパミンは、この脳の奥のですね、黒質っていうのかな、これにあるドーパミン神経で作られるんですよ。だけども、このパーキンソン病になると、このドーパミン神経が減少してですね、ドーパミンが十分作られなくなるんですよね。なので、運動の調節がうまくいかなくなっちゃうんですよ。そこで起こることなんですよね。まあ、こんなようなことなんで、でね、この進行の度合いを見るとですね、これをまず、軽度、1度から10度、5度まであるんだけども、まず軽度、1度ですね、一番軽いの。これはね、症状は
片側の手足のみ。うん。つまりね、このプーチンに考えると、はい。今これに当たるんじゃないかと思うんですよ1。ね。この動画を見ると、右手と右足が不自由みたいですから、まずこのね、一番軽い形で出れるんじゃないか。それから、2度になると、症状が両側の手足に出ると。で、3度になると、歩行障害とか、姿勢反射障害ですね。と出てくると。そして4度、5度。で、5度になると、寝たきりとか、車椅子での生活になるという形なんですね。そんなようなね、ことをちょっと今紹介したんですけども、これがね、まあ、症状なんですよ。ただね、これ怖いのはですね、この精神ですね、精神、認知機能、これにもですね、影響するんですよ。これね、調べたら、この認知機能ですね、これにね、影響するということで、具体的に言うと、例えば言葉ですね、言葉を使う。それから、状況を正確に判断する。それから、数を計算する。物事を記憶する。ね。それから、一番怖いのは、理にかなった考えに基づいて、実行に移す。そういったね、能力を言うんだそうですよ。認知機能というのはね。これが、この機能が低下していくということなそしてその他に、この遂行機能。物事をですね、具体的に順序立てて計画して、それを実行に移していくと。これも、低下していくと。それから記憶障害も出るということなんですよ。まあ、そうするとね、どうですかね、これね。なんか当てはまってそうなものが何個かある。ありますでしょ。で、この特に認知機能ですね、理にかなった考えに基づいて実行に移すといった能力。これね、できこてれない。困っちゃうんですよ、これね。恐ろしすぎる。恐ろしすぎるんですよ、これね。こういうね、この精神におけるですね、症状ですね。これもパーキンソン病でね、出てくるというんですよ。ね。これはね、非常に困ったことなんですよね。怖いね、これ。でね、どうですかね。この、例えばね、我々、自分のことを考えてもですよ。例えば寝不足してるときとかね。特に熱あるときなんか特にそうなんだけど、物事ってなんかこうね、考えが普段と全然違うじゃないですか。ね。やっぱりね、頭が、生き生きと働いていないと、どうしてもですね、考えが狭くなる。例えば、選択肢がですね、普段ね、頭生き生きと働いている場合はね、瞬時に、5個ぐらいね、選択肢が浮かぶんだけども、頭が働いてないと2つか3つしか浮かばなくて、どうしてもね、もう直接反応っていうか、ストレートに反応してしまうとかね、そういうことがあると思うんですよ。いやー、私はうね。つ病がひどかった時は、もう何も考えられなくって、ずーっとぐったりしそうてでるす。だけ。もうそういう感じになっちゃうもん、これ。なるほど。いや、僕もね、だからコロナにかかった時はね、何にもやる気が出なくてですよ。2時間ぐらいね、ずーっ今とここうやっの、て。座ってる椅子にね、この椅子にずっと座ったまま、自分でもびっくりするぐらいね、病気ってのはこうなるんだなっていうね、思いましたけど、ね。だからね、なんていうかな、例えば一月万冊でね、これ収録するときにね、僕はその前にね、昼寝をすることにしてるんですよ。そうすると、頭の働きがね、昼寝から覚め、頭の働きが良くなるっていうか、活性化するんですよ。そうすると、この受け答えも、もう、いろんなことがね、アイディアが浮かんできて、受け答えができる。ところがね、寝不足だと、これが機能はね、やっぱり落ちるのは自分でもわかるんでわすかよ。ります。本当そうですよね。まあ、それが、どうもね、このパーキンソン病の場合ね、そういうのがあってですね、そしてこのプーチンのね、反応ですね、
それからこのやっていること、ん。この核の脅しをね、すぐに使うとかね。これは、どうしてもね、ドストレートですね。他に選択肢があるだろうと思うのにですね、突然核の脅しに行くということで、選択肢が頭の中に浮かんでないんじゃもうない書くしかないみたいな。か。ね。そういう反応来たらもう核だと。怖すぎる。でもそれ、十分考えられるでしょ、そういう状態考はえられね。る、考えられる。ね。まあそういうね、こうなんていうか、西側からそういうことが来たら、じゃあ別の方のあれを、脅しの材料っていうか、嫌がらせの材料として使うとかね、そういうことを考えるはずなんだけども、いきなりどう思っ核てミサる？イルかい。そうなんですよ。ということでね、これはね、すごいね、想像されるんですよ。そして、怖いんですよね。で、しかもドーパミン現象、まあ、うつ病でもあれなんですけど、そういううつ的になってくるとね、これ私うつがひどい時って毎日思ってたことがあるんですよ。もう地球に隕石降ってきて人類滅びてしまえって思ったんです。これうつの人の症状なんですけど、自分の人生も世界も終わってしまえっていうふうにだんだん追い詰められてくるんですよ。で、これプーチンって言ったから、そういうふうにもう世界滅んでしまえ、隕石降ってこいっていう時にですよ、佐藤さん。核ミサイルのボタン私が持ってたらどう思います？それ。怖そすれはぎるじゃないですか。取り上げます。いや、ねえ、わあ、パチって。いや、だからもう、これ、うつ、不安障害とかも入ってきてっていうのが、調べてね、見て、いや、これやばいでしょって。そうなんですよね。だから今本当にね、なんか人類はね、非常に危機にあるんじゃないかと思うんですよいね、や、まさもう、にものね。すごい、この、バランスの上に。そうなんですよ。そこはね、困ったなぁと思うんですよね。何なんだこの。まあ、ちなみにね、このパーキンソン病って、まあ、さっきね、日本に20万人ぐらいね、いるんじゃないかっていう話なんだけども、調べたらね、この有名人結構いるんですよね。もうこれね、はっきりしているだけで、例えば、日本で言えばね、高嶋忠夫さんであるとかね、俳優のね、亡くなりましたけども、それから芸術家の岡本太郎さんであるとか、ああ、そうなんだ。それから、これもね、タレントっていうかな、放送作家の永六輔さんであるとかね、江戸川乱歩であるとか、あとこれレスリングのね、マサ斎藤さんという人ですか、そういった今ね、リハビリをね、続けていらっしゃるということなんだけども、それから小説家の山田風太郎さんとかね、それからアイヌ文化研究者の萱野茂さんであるとかですね。へえ、山田風太郎パーキンソン病だったんだ。あと、映画評論家の小森和子さんとかね、あと、ザ・フォーク・クルセイダーズやっていた橋田典子さんとかですね。まあそんなようなことなんですよ。で、海外では、これ一番有名なのはね、モハメド・アリですよね。それから、俳優のマイケル・ J・ フォックス。それから、これは日本か、日本のね、タレントの E.H. エリックさんっていう人がいたんだけども、そういう人ですね。まあ、それから言われているのは、さっき紹介したアドルフ・ヒトラーなんですよね。結構ね、いるんですよ。ね。だからこれね、結構いてですね。そしてこれやっぱり大変だと思うんですよね。個人的なね、レベルの話をすれば、これは本当にね、まあ悲劇、まあ悲劇っていうかまあ、な、病気だしかわいそうですよね。非常にかわいそうとしか言いようがないんですよ。で、これはね、やっぱりね、なんと言っても、休養をとってですね、お休みをとって、十分ね、治療をしてほしいんですよね。つまりさっきね、この製薬メーカーのですね、ホームページであれ紹介したんだけども、
今はね、この科学が進歩しているので、完全治癒というわけにいかないんだけども、長い期間ね、結構良好な状態で過ごすこともできるようになったということなんで、いいことですね。そう、いいことなんですよ。だからこれはね、やっぱり治療をね、しっかりしてほしいんですよ。例えばさ、今言ったね、このプロレスラーのね、マサ斎藤さんであるとかね、リハビリをね、続けていらっしゃるということで、そういう人は結構いると思うんですよね。それがやっぱりね、肝心なことだと思うんですよ。ね。だから、ね、僕だってね、この将来ですね、そういうふうになるかもしれないしですね、まあ誰でも可能性があるわけなんですよ。そういう時はね、治療とかね、休養、専念すること、これしかないと思うんですよ。なので、このプーチンもですね、やっぱりこれね、引退してね、治療するしかないと思うんですよ。それしかない。それしかないんですよ。もうとにかくね、もうなんていうか、人類のを代表する激食じゃないですか、今ロシアの大統領ね。これにとにかく引退しかないんですよ。でね、これね、問題はですね、ね、問題は、こういう病気であることがですね、非常に疑わしい状態でありながら、いまだにですね、このロシアの大統領をね、やっているというですね、このロシアの国のね、この政治体制なんですよ。大きい問題もは。う本当そうだ、本当にそそういうことなんですよ。ね。で、ましてやですね、このプーチンの戦争と言われるようにね、このロシアがウクライナにですね、侵略してですね、激戦を続けているわけですよ。プーチンの戦争と言われている。そのぐらいの、ですね、プーチンの判断があったわけなんですよね。で、さらに言えば、さっきね、話題ね、なりましたけども、このロシア大統領というのは、核のボタンをですね、まさに押す。そして管理しているね、権限を有しているわけですよ。ね。で、しかもプーチンの場合はですね、この核の特別警戒体制ですね、これに入ることをウクライナ戦争の直後に命じてですね、そして、これもさっき紹介したように、西側に対してですね、核の脅しをですね、明言し続けているわけですよ。頻繁にね。一般に。これはね、明らかに異常事態ですよ。ね。で、これね、プーチンとかロシアにとってだけではなくて、世界、ね、人類にとって超危険な状態、超危険な異常状態なんですよ。ね。これ我々現代人はね、それに直面してしまってるんですよ、今、現在ですね。ということで、ロシアはですね、この問題にね、明確に責任があると僕は思うんですよ。ね。で、普通の国であればですよ。普通の国であれば。そういうね、症状ももう目に見えてね、もう周りの人はみんな分かってるわけでしょ。そしたらね、トップはね、すぐに交代ですよ。つまり、すぐに辞任して休養に入ると。ね。それをね、どこの国でもそれやると思いますよ。辞任してくださいと。ね、休養してくださいと。それがね、できないロシアというのは、これはね、やっぱり独裁体制、独裁政治体制にあるとしか言いようがないんですよ。絶対そうですよ。そういうことなんですよまともね。な民主主義国、まあ一応選挙で選ばれたことにプーチンもなってますけど、これはもう事実上の独裁国家だからこうなってるんだ。そうなんですよね。だからね、ロシアはね、これ、ロシア国民。ね。あえてロシア国民と言いますけども、このね、ロシアの政治体制をですね、作ったロシア国民。これはね、人類に対してですね、この事態に対処する責任、使命がね、今あると思うんですよ。ね。とにかくプーチンを引退させる。そして、まあ普通のですね、判断力を備えた人を新しい大統領職につける。これはロシア国民に課されたね、
今使命ですよ。まあ、世界に向けた責任というか、責任ですよ、うん、完全な。これはあまりにおかしすぎる。うん、僕はそう思いますね。いやー、なんかこう民主主義ってね、あの修具政治だって揶揄されることとかもありますけど、もうこの一点を取ってだけでも、もう独裁とかよりも絶対マシですよ。マシですよ。うん、これ世界滅亡を天秤にかけてるんだから。そう。だから日本の政治でさえね、まだマシですよ。うん。うん、日本の政治はね、決められない政治とかあったからね、うんうん、言って、まさにね、修具政治みたいな感じなんだけども、うん、このロシアのこの独裁ですよね、うん、これの政治体制が今人類にですね、どれだけの迷惑をかけているかですね、うん、これはね、やっぱりロシアは何とかしないといけないと思うんですよね。うんうん、まあ、それからね、このアメリカですよね。はい、のね、さっきそのニューズウィークの記事で、うん、記事をね紹介したんだけども、うん、ニューズウィークがですね、アメリカのね、アメリカ政府にですね、改めて、問い合わせてみたんですよ、うん、つまりこの動画を受けてですね、うん、ロシア、プーチンのね健康状態について何か情報はあるかと、うん、それからそれに対して、アメリカ政府がですね、いや、情報は特別ない、うん、このことに関しては申し上げられることはない、おはっきり断言してるわけですよ、うん、これね、かえってね、あれと思うんですよね、うん、ちょっと怖い、うん、ちょっと怖いんですよ、うん、これね、アメリカはね、多分十分に知ってると思いますよ。いや、知ってるだろうね。つまりね、他の記事を読むとですね、うん、このロシアのね、この核の体制ですね、うん、もうとにかくね、核ね、いつボタンを押すかどうかっていうのはね、うん、もうとにかく非常に怖いことですから、うん、アメリカは何と言ってもそれ一番ね、関心があるわけですよね。はい、でそれについて、ものすごくね、現状が分かってると言ってるんですよ。うんうんうん、つまり、きちんとそれはね、フォローしていると。うん、相当自信たっぷりに言ってるんですよ。うんうん、もうこれはアメリカのそのスパイ網であるとかですね、うん、そういうことを通じて、もうリアルタイムに掴んでるみたいですね、うん、どうもね、うんうん、様子を、うん。そうすると、プーチンのこの健康状態ですね、うん、これはね、明確に掴んでると思いますよ、多分。そうだろうね。うん。そして、明確、そうするとすればですよ、うん、明確に掴んでいるにもかかわらず、うん、何一つコメントしないと言っているのは、うん、何か、まあ、言えないことは、まあ、ね、うん、そう、企んでるってのは言い過ぎだけども、うん、何か手を回そうとしてるんじゃないかという気がしないでもないですよね。うん、なるほどね、うん。確かに。もしかすると、この秘密裏にですね、うん、秘密裏に、プーチンに対して何か、対処の方法を考えてるんじゃない、うんうん、という気がしないでもないんですけどね。うんうんうん、まあ、それはもうトップシークレット中のトップシークレットでしょう。なので、うん、もう口が裂けても誰も何も言わないと思いますけども、うん。うっかり言っちゃったってことになったらもう終わりだよ。そんなことはないでしょうからね。うん。まあ、そんなようなことでね、うん、もうとにかくその情報は何もないんで、うん、推測でしか言いようがないんだけども、うんうん、まあそんなようなことでね、とにかく、まあ我々もですね、うん、日本人かな、うん、我々も、そのことはね、やっぱりある程度っていうかな、明らかになっている情報の範囲のことは、やっぱりね、うん、十分知っておくべきだし、うん、やっぱり心に留めて警戒しておくべきだと思うんですよ。うん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 、ね、まあ、そこでね、今日これを取り上げたわけだけども、はい、まあ、特にね、この一月万札を見るのはですね、うん、非常にこのね、優秀な方々はですね、うん、ぜひこの情報をですね、心に留めて、ね、いろいろ判断の材料にしてほしいと。どうしたらいいんだ、これは。どうしたらいいということはね、何もないんだけども。まあでも少なくとも、ね、岸田さん、あなた、被爆した広島の、
ね、出身なんだから、なんかこう、ちょっとプーチンに働きかける。世界の平和のために考えましょうよって言って、で、自民党は今、中国、もう仮想敵国だとかって、そんなこと言ってる場合じゃないからっつって、で、せっかく大統領、韓国新しくなったんだから仲良くして、日韓中でこう呼びかける。ね、唯一の被爆国の首相として。で、そういうふうな動きをして、少しでも核戦争のリスクを下げないと。そういうことですよ。ね、だ今、清水さんね、非常にね、いいことを言ったんですよ。日韓中というね。つまりね、アジアはね、まとまんなきゃダメなんですよ。こういう時こそ実は、日本が頑張る時だったんですよ。日韓中でまさに。で、普段から、ね、韓国とこんな、ね、安倍さんの時にマスクなっちゃったんだけども、ね、仲良くしていてですよ。で、中国ともしっかりパイプを持っていて、こういう時にね、日韓中が動いて仲よし介っにて。入るとかね、そうしたら素晴らしいじゃないですか。いや、素晴らね。しいよ。で、そしたら、多分岸田さんのノーベル平和賞だよ。お、ね、アジアがこういう時に動くって素晴らしいじゃないですか。ね、欧米のね、軋轢によって、こう、いろいろあったウクライナとロシアの問題が、ね、アジアによって解決された。あ、21世紀はアジアの時代だーみたいな感じじゃないですか。それを外交面で叩き潰したのが安倍晋三だそう。安倍さんはね、そういう、なんていうかな、体制というかね、体制の目をですね、何の考えもなく、自分のためだけに潰して回ったというね。本当ね、僕の知る限りね、最低ですよ。あらゆる面で。いや、本当に。最低の政治家。まあ、だから、岸田さんも、今、なんか外国行ってますよね、岸田さん。なんか、ちょっとこっちの方に、行った方、そんなことをしてるよりもね、ちょっといろいろ考えた方がいいんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、何をしてるんだろうな、なんかあんまり、ちゃんと考えて動いてるというか、この物価抑制だっけ？物価上昇対策についてもなんかポヤンとしてるし、かつ、なんか外交に関しても、今東南アジアに行ってるんですよね。4月29日からなんか5月6日。で、これ佐藤さんがこの前、いやー、もう自民党の政治家もね、もう残念ながら野党の政治家もゴールデンウィークは公費で外国どこに行くか考えてるだけだからとかっていうふうに、こう言ってたのを思い出して、え、何これ、生きにくい旅行に行っちゃったのっていう。4月29日から5月に生まれ、インドネシア、ベトナム、タイ、イタリア、英国。え、これなんか今、ウクライナ危機に関連しそうなところって、まあ、ない。ないな。なんか全然ないですよ。まあ、強いて言えば、イギリスぐらいか。まあ、息抜きみたいなもんです よ。生き抜きみたいなもんじゃないですか、こんなの。だからね、はっきり言って、岸田さんにはね、期待しても、もう無理ですよ。あの人、なんていうかな、自分の頭でね、考えてない。やっぱりね、官僚のお膳立てですよ。行動の一つ一つ、それから、喋ってるですね、中身とか、その熱度っていうかな、そういうのを見るとね、なんていうかな、危機感っていうか、使命感っていうか、そういうものをね、僕は感じないんですよ。感じない。無理ですね。だかつまりら、ね、人間ってね、人間ってですよ、自分が本気にならなければ、相手はね、本気になるわけがないんですよ。そらそうだよ。ね。ということは、自分が、使命感を持って自分の頭で考えて、これだからこういうふうにしないとダメなんです。だからこういうふうにしましょう、お互いに。ということで、人の心は動くんですよ。ね、そういうね、熱度がなければ、誰もね、動きはしないんですよ。動かなだいからよ、僕そりは、ゃ。岸田さんはね、もう無理。そう思いますね。まあね。まあだから、これ選挙の時までに、この岸田さんのちんぷんかんな外交と、物価上昇に関してのこの無力さ、これちゃんとね、覚えとかないとあかんで。ねえ、そうね。だからね、そう。だからね、
安倍さんなんかがね、熱度を持ってね、ね、ウラジーミル、僕も辞めるから、あなたも辞めよう。言ってほしい、もうそれ言うだけで見直す、ね、そう。日本政治のために僕も辞めるから、人類のために君も辞めてくれ。本当だよ。君と僕は同じ未来を見ていたはずだ。でもこんな未来は僕は見てなかった。だけども僕は日本政治のために辞める。君を世界のために辞めるんだ。言ってほしいな。え、うん、また長門の寮に食わしてやるから。もう温泉連れてってやるから山口県の。もうそれで勘弁してくれっつって。ね。その後ね、うん、刑事被告になるかもしれないけど、その前に飯食わしてやるから。ね。いやでも安倍晋三が今からねウラジーミールの戦争を止めたら今日も見直すわ。もうそれぐらいピンチだよ本当に、うん、まあというわけでね、まあ、期待してもね、まあ、無理なんですけど、ゼロっていうのね、あまりにも深刻な話だったら最後にもうちょっとブラックジョークでも入れとかんとっていう、まあそれで、はい、選挙までにねこの低たらくを覚えとかなきゃダメだということで佐藤さん応援ねしたいなって思う人は、まあ、この本を買うとか、あるいはチャンネル登録、いいね、コメントしていただくとかね、そういうのがで、応援をしてほしいなと、この動画をどこでね、見ていますかっていうことなんですけど、はい、もう、あ、清水さん、これいつものエンディングだなというふうに思うかもしれませんが、ここでですね、ちょっと、本の宣伝。これね、はい、五月書房さんからね、ちなみに私は2冊買いました。これね、米軍基地と環境汚染というね、これ佐藤さんが取締役も務められている五月書房からこう出ているんですけども、まあ、これね、ウクライナ危機で、私はさらっとしかまだ読んでないんですけども、ウクライナ危機でね、西側メディアの言うことばっかり信じていて、プーチンの言い分がどうのこうのとかっていうふうにね、そういう話とかって言う人いるじゃないですか。ね、でもね、佐藤さんも私も、戦争が全部ダメなんだよ。戦争っていうのは悲惨なもんなんだよっていうのを、まあ今はこの動画では最近は当然ウクライナ危機なんでプーチン、ロシアの話してますけど、これは米軍基地と環境汚染。まあそういう本ですよね、これは。そうですね。うん、だからこのね、米軍基地と環境汚染ね、うん、これ、ずっとね、この問題をですね、うん、研究してきた、大学教授ですね、うん、田中修造さんっていうね、うん、この方がライフワークみたいな形でね、うん、ずっと研究続けてきた。それをですね、非常に集大成的にですね、うん、書かれたものなんですよ。うんうん、これがね、まさにね、枯葉剤、ベトナム戦争の枯葉剤っていうのはね、うん、有名ですけども、沖縄にもね、まあ、置いてあったという、ねうん、ことなんですよ。で、僕も実際沖縄に行ってね、その跡地みたいなものを、その目で見たこともあるんですよね。ねうん、でそれでね、非常にね、よくわかるんだけども、うんこのプーチンのね、この健康問題を言いましたけども、うんこの環境汚染というのはね、健康問題に直結しますから、うんで、このアメリカ軍基地、その後の環境汚染というのは非常に深刻な問題なんですよ。うんね、で特に沖縄においてね、うん、ね、深刻なんですよ。ということでね、それをね、これをね、まとめた本なんでですね、うん、ぜひ一度読んでいただきたいなと思うんですよ。うんね、これをちょっとね、まあ、宣伝。ちょっとだけ宣伝。はい。はいいやしかしね、今ちょっとペラッとこの後ろに一番最後のね、公表機関っていうふうの書いてありますけど、知能化戦争、知性学、大国政治の悲劇、緑の牢獄、裁判官幹部人事の研究、西川慎一さんとかね、もうこれ、全部買った方がいいよ。全部いい本だから。うん。そうね。いい本ばっかりですよ。もうよ、五月初心者はよう、こんな本をちゃんと出すの、すごいと思う。いやー、ほんとね、このチャンネル見てる人たちの中で何人が裁判官幹部人事研究西川慎一さんの本を見て、はあ、あれいい本だよねっていう風に感じるかって、いや、いい本だよ。読んでみた方がいいって。あ、プラス、これもね、ぜひ買ってみたらいいんじゃないかな。戦争っていうものの悲劇。ね、動くものは全て殺せとかっていうベトナム戦争のあれとかもあるけども、あれはかなり。重たいんですけど、まあ、ちか分厚いけど、こっちいいだとね、まだこれは200ページ、180ページぐらいの本なんで、まだね、内容は重いけど、さっと読めますんで、まあ、ゴールデンウィークの読書にどうですかっていうことで紹介させていただきました。まあ、別に、ちなみに、これ、2個買いましたけど、これ、応援で買ってるだけで、皆さん、お忘れかと思いますが、うちの番組は読書番組なんですよ。
いい本を応援するための番組なんですね。なのでぜひこれと一緒に買ってねっていうことで、今日も読書、佐藤さん、皆さん本日もどうもありがとうございました。チャンネル登録といいねよろしく。今日も読書、はい、今日も見ていただきましてありがとうございます。佐藤さんの応援のためのカンパ、銀行口座とですね、クレジットカード、どちらかでもできます。一月万冊の公式ページができました。こちらに佐藤さんの今までの書籍、全部アップロードされていますので、欲しい人はこちらから見ていただけると嬉しいです。いつも見ていただき感謝します。ありがとうございます。